はい、どうも皆さんこんばんは。ここ最近ね、スティーズエアーのね、動画インプレを出させていただいてるんですけども、そもそもベイトフィネスっているんですかみたいなね、方が結構いらっしゃると思うんで、今回はね、昔動画でちょっと説明したと思うんだけど、改めまして、ベイトフィネスの利点とか、どういうところで使うべきなのかっていうのを解説していこうと思っております。ベイトフィネスの利点って何か、大きく分けたら3つぐらいあると思います。1つは手返しの良さで、2つ目が太い糸が使える、であとキャストアキュラシーがすごく高いっていうところなんですね。で、キャストアキュラシーっていうのはスピニングってフェザーリングっていうテクニックを使ってキャストをコントロールするんですが、フェザーリングっていうのはこう出る糸を人差し指で押さえて、こんな風にね押さえてブレーキをかけるんだけど、押さえてる場所ってこの1点だけなんですよ。なんでここでブレーキかけて糸バーって出て、ここでブレーキかけてまた糸バーって出て、ここでブレーキかけてまた糸バーって出て、だから断続的なブレーキになるんですよ。ここでブレーキ、ここでブレーキ、ここでブレーキっていうね、断続的なブレーキになるんで、このスプール一巻き分大体10センチぐらいかな。極端な話を言うと10センチ単位でしかブレーキがかけられないんですよ。その10センチをあと竿のこの送り込みとかで調整してやることができるってできるんだけど、この断続的なブレーキ感というかね、ブレーキがかかって抜けてかかって抜けてっていう特性がある以上、どうしてもキャスト精度が落ちてしまうんですよ。その点ベイトタックルっていうのは回転するスプールを親指で押さえて調整してやるっていうことだから、連続的なブレーキなんですよ。なんで、極端な話をすればミリ単位でのブレーキ調整が可能、プラスこの竿の送り込みとかをやれば本当に極めて繊細な、ブレーキ調整が可能です。しかもこうブレーキが変に抜けたりとかしないから、すごくコントロールしやすいんですよ。その点がベイトフィネスがキャストアキュラシーに優れている部分と言われる部分なんですね。ここの差っていうのは道具の差なんで、決して覆ることはないんですよ。なんでよくベイトフィネスリールでキャストアキュラシーが高いよみたいなことを言うと、いやいやスピニングでもキャストアキュラシー高くできるでしょみたいなことを言うけど、ボーダーラインは技術によって変わるんですよ。だからここがポイントキャストを確実にできるラインだとしましょうか、技術のね。でベイトフィネスっていうのはここにあって、スピニングっていうのはここにあるんですよ。で上手くない人は両方ともポイントキャストできないんだけど、ベイトフィネスを使えば可能になる上限がそこまで高くないって感じで、上手い人だったら この差がっていうのがどん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 上に上がってくるんで、ここがボーダーとしてもスピニングでポイントキャストできるんですよ。ただここの差ね、ベイトフィネスとスピニングの差っていうのが覆ることはないので、だからポイントキャストできるよ、それできるよ、上手い人なら俺とかねバスプロの人とかスピニングピャーってね狙ったところに投げることはできるんだけど、それでもやっぱりベイトフィネスの方がより上に行きやすい、道具としての限界があるからっていう意味でキャストアキュラシーを上げないわけにはいかないです。その点が有利だからベイトフィネスっていうのを上手い人は使ってる部分はあるですよね。ちょっとね、順序が逆になってしまったんだけど、手返し、ラインを太くできる、キャストアキュラシーが優れてるをちょっと掘り下げて解説していきましょうか。次、ラインを太くできるね。ベイトフィネスのラインを太くできるっていうのは、あくまでもタックルの繊細性を残した状態でラインを太くできるってことなんですよ。なんで糸の強さとかだけで言ったらスピニングも全然太くできるんだけど、問題はスピニングの場合糸を太くすると竿も強くしたりとかリールもでかくしないとライントラブルになってしまうんですよ。なのでタックル全体がごつくなってしまうんで、繊細なアプローチが非常にしづらくなってしまうっていう欠点があるんです。逆にそのパワーを持たしたいのであればタックルをごつくするっていう特徴はプラスに働くんですね。これが一番出てるのがパワーフィネス。パワーフィネスはライン太くして竿もごつくしてリールもしっかりめのリール使って、でも使うルアーは軽いもの、軽いっつってもそこそこウエイトがある 3.5g とか 5g のスモラバなんですけど、 3.5g のスモラバとかをキャストフィールドでかつカバーの中が逆を出すためのパワーをもたらせるようにするためにはもうスピニングでしか無理なんです。ベイトだと飛ばないしって、そこがパワーフィネスのいいところなんですね。逆にベイトフィネスの糸が太くできるっていうのはパワーフィネスとは考え方が全く逆なんですよ。タックルの繊細性を落とさない、だから竿をごつくしない、リールをごつくしない、使うルアーも 2.7g が使いやすいだろうけれども、ネコリグ、スモラバ、ダウンショット、いろんなものがありますが、その領域っていうのは決してライトリグから逸脱するようなウエイトのものは使わないと思うんですよ。それ使うんであれば普通にベイトでいいじゃんっていう話になってくる。ベイトフィネスである以上使うルアーはライトリグ、それこそスピニングでも使えるよねっていうレベルのライトリグを扱いたい。そういったライトリグをきっちり扱うためには竿の繊細性、軽さ感度ね、繊細なチップとかそういうものは絶対不可欠だよね。でも
それならそれだけならスピニングでもよかった。でもスピニングだとできないこと何かって言ったら糸を太くするものにもよりますが、だいたいマックスでも6ポンドだと思います。スピニングはそれ以上太くなるとどうしても使用感が非常に悪くなる、まあ、飛ばない、深巻きになっちゃってライントラブルが出ちゃうということが非常に多くなってしまうんで、スピニングで6ポンド以上を通しで巻くってなかなかストレスフルだったんですよね。もちろん、解決方法はナイロンラインを使えば10ポンドぐらいまで使えるかもしれないけど、ナイロンは浮くじゃん。で PE ライン使えばもっと強い糸も使えるかもしれないけど PE 浮くじゃん。浮くと繊細な釣りってできないんですよ。まあその浮かせる釣りはねできるけど、あのトップウォーターとか、まあ、頑張ればミドスト系とか、あの辺は確かにナイロンとか PE の良さは生きてくるんだけど、まあライトリグを使っててね、やっぱりベースとして考えなきゃいけないのは底を取るね。底を取って底をはわすっていうことなんで、その時に糸が浮いてしまってるとルアーも浮いちゃうし、ラインも存在感出るし、あんま良くないんですよ。ラインの重さでラインを沈めてやってそこに糸をはわしてやる。そうするとああいう小さいライトリグとかっていうルアーがラインの存在感に影響されずにアピールできるんですよ。だからライトリグを扱う上ではやっぱりフロロっていうのはすごく大事。ただスピニングだとその太さの限界が4か5、1.5なんですよね。6以上になってくるとどうしても使いづらいなっていう部分がある。でそれ以上の糸を使おうと思ったら竿はごつくしなきゃいけない、スピニングの場合ね、っていう制約がある。いやでも竿をごつくしたらなって、このライトリグすごく使いづらくなるよなと、使っててなんかこうルアーの重さを感じられないよなっていろいろあるんですよね、問題が。でも4とかにしちゃうと、あちょっとここなんか障害物ガチャガチャしてるからちょっと糸こすられたら怖いな、6ぐらい咲いてほしいな、できれば8とか10ポンドとかあったら安心なんだけどなみたいな。でもそこのライン入れようと思ったらスピニングだとめちゃくちゃゴツくしなきゃいけないよなとかね、なってくる中で、ベイトフィネスだったらどうなんですか。タックルの繊細性はスピニングに負けず劣らずの繊細性を維持したまま、糸だけを6ポンド、7ポンド、いや8ポンド、いや9ポンド、いや10ポンド、いや12ポンドまでやっても全然大丈夫。そこで使用感が劇的に変わったりとか、非常にストレスフルな使用感になるっていうことがないのがベイトフィネスのいいところなんですね。これがベイトフィネスのおける太い糸を使えるという利点の本当の部分ね。タックルの繊細性を残したもの、これねスティーズエアーもそうなんですよ。スティーズエアーのその推奨ラインポンド数って5ポンドとか6ポンドだと思うんですよ。まあまあ細いんですよ。ベイトフィネスリールの中でも加減に位置する部分だと思うんだけど、いやそれならスピニングでいいやってなるじゃないですか、なるじゃないですか。まあでも5ポンド6ポンドっていうラインの太さもやっぱりスピニングで通しで使うにはまあまあしんどさを感じるんですよね。その飛ばないっていう、まあ PE を使えば全然飛ぶんだけど、フロロの通しでねっていうこと、通しでフロロオンリーとか、もしくは僕よくやってるロングリーダーとかね、ああいうのはもうスピニングと相性良くないんですよ。だから4、5、まあ言っても6かなって中でこいつは6加減だよね、5加減だよねっていうところなんです。ちょっと太くできる。だからスピニング、ベイトフィネスは太いとか使えるというのはそういうところ、絶対的な太さじゃないんです、相対的な太さ、相対的に太い糸を使えるっていうところなんですね。でもう一個は手返しの良さ、やっぱりこう回収してからすぐに投げられるっていう手返しの良さはベイトフィネスの特権なんです。ただその回収してからすぐ投げるっていう動作ができない人、まあそういう動作に慣れてない初心者の方とかだったら、その手返しの良さっていうメリットは生きてこないと思います。スピニングでもベイトフィネスでも変わらない手返しになってしまうかもしれないけれども、どん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 釣りの技術が上がっていく中で一連の動作っていうのが非常に流麗にできるようになってくると、道具の限界がどっかしらでくるんですよ。スピニングだと回収してからベイルを起こして糸つってね、で投げてまたベイル戻して、この手間っていうのがほんのちょっとの手間かもしれないけど10頭20頭100頭1000頭やっていく中で大きな差になってきやすいんですね。そういう中でベイトフィネスっていうのはもう回収してからすぐ投げられる、その手返しの良さっていうのは技術が上がってくればくるほど大きく差が出てきますっていうところですね。もちろんスピニングでめちゃくちゃ早くガーンパンパンパンってできるんだけど精度落ちちゃうんです。どんなに早く手返しやろうとしてもその犠牲がスピニングの場合は大きくなってしまう。ベイトフィネスは同じ領域の手返しの速さを楽にできてしまう。あんなにスピニングで一生懸命ガチャガチャガチャやって手返し早くやってんのに、ベイトフィネスだったらもうタバコをふかしながらでもできると、昼飯を頬張りながらこうできてしまうというぐらいね、簡単なんですよ。だから手返しの速さっていうのは釣りが上手くなってくるとどん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 差が出てくる部分かなと思います。
で、じゃあ具体的にベルトフィネスってどういうところに出していくな、いきたいのかって言ったら、まあ、手返しの良さが求められたりとか、キャストアキラシーが求められる場所、かつあんまり遠投してもね、これあんま飛ばないんで、遠投能力だけで言ったら細いとか使いやすいスピニングの方が有利なんですよね。だからあくまでも近距離をパカ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 打つのがベルトフィネスの一番いいところ。ちょっと太いと欲しいなっていう、でもタックルの繊細性残したいなっていうシチュエーションで使う。だからどっちかというと川とか、まあ、霞ヶ浦水系とかね、あの辺の整備されたフィールドでバスが足元ら辺とか岸際とか、まあ、比較的近場にいる中である程度カバーが絡む、でもめちゃくちゃ入り組んでてヘビーカバーで BE5 号とかじゃないと取れないよなんとかじゃなくて、まあ、足際とか、杭テックイとかね、擦られたら怖いけど中に潜られてロックされちゃうとかそういう感じじゃないよねっていうところで、テンポよくね、数打って稼ぎたいっていうシチュエーションではベルトフィネスめちゃくちゃ強いと思います。逆にベルトフィネスがあんまり生きないようなシチュエーションはどっちかというと魚がお気に入る、めっちゃ飛ばして繊細に地形を探りながら釣りをしなきゃいけないよねっていうところではちょっとベルトフィネスはあまり出番がないと思う。だからまあ独断と偏見で言うと霞ヶ浦水系とか大江川五三川水系とか恩賀川とかあの辺のフィールドだったらベルトフィネスめちゃくちゃ生きるんじゃないかなと思います。行ったことないけどね、なんとなくその聞きかじ知識で言うとその辺はすごく生きると思う。逆に行きづらいのは房総半島のリザーバーだったり、あとまさに琵琶湖で、僕の近くで言ったら久志ダム、この辺はベルトフィネス、まあ、行きないでしょうね。どうしても遠投性能が求められるっていう中で、スピニングの方が強いで、スピニングの中でも、パワースピンとかああいうのも欲しくなってくるよねっていうところで、ベルトフィネスの出番があんまないだろうなっていうところなんですよね。そんな感じ。まあリザーバー系はどっちかというとスピニングかな。で、あとまあ富士五湖系もやっぱりスピニングの方が強いと思う。まあそういったね、自分の通ってるフィールドに合わせてベイトフィネスっていうのをね、選んでいただければなと思うんだけど、まあ、ベイトフィネス一言で言ってもいろんなベイトフィネスがありますよ。一言でベイトフィネスと言っても何やればいいか分からないっていうのがあると思うんで、今回はね僕のやってるベイトフィネス大きく分けた4種類あるんだけど、その4種類をね、一つずつ深掘りして解説していこうと思います。まあ、基準となるベイトフィネスがあって、次にその基準よりも繊細なベイトフィネスがあって、そして3番目にその基準よりも強いベイトフィネスがあって、でもう1個4つ目に、まあ、あと別ベクトルで巻きのベイトフィネス、まあ、巻くことにフォーカスがあったベイトフィネスがあるって感じ。この4種類、この4種類を僕の中ではベイトフィネスとして位置づけてて、まあ世間がどう言うかは知らんけど、まあ、僕の中ではその4種類がベイトフィネス。今回はその4種類をね、深掘りして解説していこうと思います。とりあえず、ベイトフィネスの概要はこれぐらいにして、次は僕のベイトフィネスをね、解説していきましょう。次回の動画で。